やはり日本っていう国はもう歴史的に世界の感覚がわからない国だと思うんですよね、うん、島国だったということもあって、うん、外国と戦争したことがない、うん、で戦争したことがないから紛争するということ自体が実はよく分かってないと思うんですよ、うん、日本という国はこれまではずっと国内で食料も自給できたし、うん、エネルギーも自給でしたし、うん、こういうもので苦労することがないっていうね。で国内でいろいろ争いごとやってましたよね。ただ世界は常にその争いを国家間でやるわけですよ、うん、エネルギーを奪い合い、そして食料を奪い合いってことをずっとやり合って、で領土も取り合い、あるいは取られってことをずっとやり続けてるわけですよね、はい、これが多分日本人の感覚としてはよくわからないんじゃないかと思います、うん、例えばアジアにしても、アジアの大国は基本的には中国ですよね。ずっと歴史を見てきても、うん、中国はずっと大国でいて、覇権国家でいて、で日本が今たまたま日清戦争の後はアジアの覇権国家でいたけれども、うん、これが今変わりつつあるという、うん、そういう歴史の節目にいるんだっていうことだと思うんですよ、うん、よくいろんなところで我々は経験したことがない時代に生きているっていろいろ言われますけども、うん、いや多分歴史でずっと経験してるんですよ、うん、で歴史で経験しててそれが繰り返されてるんだけど、なんとなくこう経験したことがない時代に生きてるっていうかっこいいから、うん、それを言ってるような気がしてならないんですね、うん、そうじゃない。ちゃんとみんなずっと歴史があって、うん、歴史を見ていくと常に食料とエネルギーとそれから領土の奪い合いで戦争はずっと常に世界で起きてるんだと、うん、だからその中で我々は暮らしてるんだっていうことを自覚しないといけないんじゃないかと思いますね。ロシアとウクライナの戦争にしたって日本の報道ではロシアが悪くてウクライナがいいやつだっていう報道一辺倒だけれども、世界の見方は全然そうじゃないですよね。いやそれはお互いに言い分あるだろうと。だからロシアの見方をする人だっていっぱいいるわけだし、まあ、いろんな歴史あるよねってことが分かってる。で今の例えばイスラエルの話にしたって、うん、もう何千年もあそこはやってるから、うん、そういう歴史が分かってるから、まあ、なかなかこれどっちもいいとも言えないよねっていう風な感じになってる、うん、そういう感覚が日本には分からない中で、うん、明治維新の後で特に第二次世界大戦までは、うん、日本はその中でうまくやっていこうと、やっぱりエネルギーも取っていかなきゃいけない、食料も取っていかなきゃいけない、日本人を食べさせていくためにはエネルギーはやっぱり海外から輸入しなきゃいけないから、その権益をちゃんと確保しなきゃいけないってことをやってたと思うんですよ、戦前の日本は。その生き残りが残ってる、生き残ってる時代まではそれをまだ覚えていたけれども、戦後に占領政策の中でそれを全部アメリカに委ねるっていう格好になって、まあ、そういう戦略を全て忘れてしまう。あったと。なのでもうアメリカに追随するしかなくって、うん、もう頼るっていうことしかやらなくなってしまったんで、自分の頭で考えるってことを放棄した、まあ、これがこの30年の経済の停滞にもつながってるし、うん、エネルギーを確保しないっていうことにもつながってるし、うん、食料を確保しないということにもつながってるし、日本の企業が外資に全部買われてもそれウェルカムってやってるってところにもつながってってると思います。やはりこれ日本人のこの歴史観というかね、そういうところが戦後にこうボロボロになってしまったっていうのが今明らかになってきてるような気がしますね。すごくやっぱり統治しやすい国だって言われるじゃないですか、うん、日本人はすごいおとなしくて、うん、江戸時代なんか300年ぐらいずっと平和でですね、でお上の言うことはまあ大丈夫なんだって、なんとなくそういう安心感があるわけですよね、うん、ところがお上が今おかしくなっちゃって、うん、で日本人のその共同体全部ぶち壊そうっていう行動してるんだけど、みんなそれに気がつかなくて、あんまおかしなことしないだろうみたいに思ってるけど、実はおかしなことをお上がやり始めちゃったっていう、うん、そうなんですよね、そういう時代ですよね。